ダメなんだ。お兄ちゃん、
始めていい？ああ、始めてくれ。ああ、ですです。もしもし。こちらはパエトーンだよ。みんな聞こえる？もう始まってるのかしら。ねえ、もしもし。聞こえてる？よう、安藤だ。白銀重工の代表として来たぜ。声も映像もバッチシだが、こっちは今現場の近くでな。つうわけで時々工事の音が入るかもしれねえが、ま、気にすんな。ビクトリア火星の代表として参りました、ライカンです。あなた様の声ははっきりと聞こえております。手短に言うね。今回みんなを集めたのはコード C41 の強制フォローのことで、ニコ、あんただけラグがすごいんだけど。本当？おかしいわね。隣のオフィスの回線にただ乗りしてるんだけど、最近プランをアップグレードしたってのは嘘だったのかしら。本題に戻るね。各方面から得た情報だと、原因は不明だけどC41 のエーテル活性が緩やかに上昇してるって噂があるの。このままほっといたら衰退状態から打って変わって活発な強制フォローに戻っちゃうかもしれない。ここにいるみんなは C41 の探索中に道に迷ったり閉じ込められたことがあるよね。だからお互いの情報を共有し合って噂の真偽を確かめたいの。まずは各自探索した時に気づいたことをシェアしよう。ほんじゃまずは俺からだな。我が社は C41 に保管されてる軍用機械を研究。機械の騒音しか聞こえなかったような。白銀重工の代表者によると、彼らは保管エリアの一部を重点的に探索しただけで、そこ以外の場所には深く分け入らなかったとのことです。また彼らが遭遇した防衛機械も至って普通だったと。すごい、ライカンさん耳がいいね。お褒めに預かり恐縮です。ですが声を聞き取ったわけではなく、単に唇の動きを読んだだけでございます。唇の動きまで読めるのかい。優れた聴覚とかそんなものじゃなかったな。もしもし、悪いな、今はうるさくねえか。狼の兄弟、最後んとこだけ違ったな。
俺らが出くわした防衛機械はまともじゃなかった。ただそれが経年劣化なのか侵食のせいなのかはわからねえ。これは失敬。私の独身術が至らなかったばかりに皆様にご迷惑を。大丈夫だって。ほんの些細な間違いなんだし、誰も気にしてないよ。ですが、本来の意味を歪曲するという致命的な間違いでした。ごめんフェアリー、ちょっと黙ってて。お詫びとして次は私めが。ビクトリア火星はホロー C41 の深部およびミッドサマー社保管エリアの一部を探索いたしました。ですが特筆すべき異様な敵には遭遇しておりません。代わりに宝をお目当てにいらしたと思われる新山フォローレーダーの方々を多く目撃しました。探索に不慣れな彼らの行動は多くの防衛機械やエーテリアスを引きつけてやみませんでしたね。そうなんだね。暴走気味の防衛機械、増えたフォローレーダー、特別おかしなとこはないかも。探索中に気づいたことね。ニコ、ラグがひどすぎるよ。他の二人はもう話し終わってるんだけど。フェアリー、なんとかならない？ニコが借用している通信ネットワークを解析しました。暗号化キーは、隣の貧乏事務所は自分で料金を払え、すべて大文字です。まあ機械だって普通に侵食されるわけだけど、エーテリアス化する可能性があるのは抗議の知能部品を搭載したものだけだよね。一般的な防衛機械の自立システムなんて低レベルすぎて到底知能機械とは呼べないもんね。そう考えると C41 にエーテル活性物質を喚起する源なんてなくない？どうして活性化する傾向にあるんだろう。待ちな、ミッドサマーの防衛機械はお前らが思ってんのと違って。いいところで騒音が入ったな。失礼。もう一度独身術に挑むことをお許しください。それは。知能部品が搭載されているそうです。それは彼らがマーケットへ進出するきっかけでもあり、白銀重工が研究したがった理由でもあると。また安藤様はドリル、汗、動物と稚語を用いた複雑な比喩表現をお使いになられました。
おそらく銃器に関わる専門知識かと。ああいや悪いな、狼の兄弟そいつはあんまり現場がうるせえんでつい汚ねえ言葉がな。これは失敬、私の独身術と工事現場に対する文化的理解が至らなかったばかりに皆様にはご迷惑を。だがそれ以外は合ってたぜ。ミッドサマーの防衛機械には旧型の知能部品が搭載されてんだ。技術責任者のグレースが鑑定したから間違いはねえ。なるほど、そういうことね。読めたわ、完全に。エーテル活性の源はミッドサマーの防衛機械だったのよ。 C41 の秘宝の噂を聞きつけた未熟なホローレイダーたちが倉庫中の防衛機械たちをうっかり起動させたんだわ。知能化された防衛機械の数が多いほど侵食される個体も増える。あれよあれよという間にエーテル物質の温床が出来上がりってわけ。1位あるね。ニコの賢さも回線速度と一緒に上がったみたい。では次にすべきは防衛機械の起動を阻止することでしょうか。いっそプランを変えて敵の大将から撃つというのはどうだろう。ああ防衛機械の分布を見るに真相の倉庫にはもっとでけえやつがいるかもしれねえ。なら新米ホローレイダーにうろつかないよう言っとかないと。まったく骨が折れそうね。状況は把握いたしました。我々ビクトリア火星は倉庫内部の防衛機械の捜索に協力いたします。私たちはインターノットで C41 を探索する人たちに注意喚起をするね。よし、結論も出たし今回の作戦会議はお開きにしよう。いい？お兄ちゃん。ああ、みんなの情報提供と協力に感謝するよ。解散。
新しいパーツでも買おうかな。ニコが愛してやまないものを拾ったわ。新しいパーツでも買おうかな。
してもいいでしょ。新しいパーツでも買おうかな。いいものを拾ったわ。
きっと役に立つさ。ニコが愛してやまないものを拾う。